決戦、今ゴングが鳴りました。馬場さん、見どころなんでしょうかね。やつがその大技をね、何発か続けるとやつも先制ヒットはチャレンジャーのやつ、また潜り込んで足を取った。早くも1戦60分の今、そんなやつ、さあこれには起こった王者天竜戦場、ブルドッキングヘッドロック。ああそうでしょうね、何でしょうかね。おっと今度バックドロップ、おっと早くも受けた。やつが胴に手を回した。さあしっかりとハーブカをとうとう逆転 KO してこの三冠を夏天竜時代到来であります。ああこっち遠征失敗で先をおそらく考えていると思います。相性が悪い、まあ、そういうことがあるんですかね。そうなんか、どうしても自分の時間プラス世界タッグを持っておりますが、その4冠のベルトも語っております。今日は序盤戦、持ち味を十分に出しています。まさに積極的な天竜だ。4つ目のドッキングヘッドロックもありアピール、もう投げてさあ突進していくかどうか。エロバンチャラニカマーラリアットが思い切ってエンズイ、これブルドッキングヘッドロックが考えています。初挑戦、またブルドッキングヘッドロックにとってどうなさせているのか。王者天竜、もう小池でヘッドロックのまま助走がやつ上がった。2位だ、三冠ダッシュか。金沢では気がついた、天竜が張った。すごいか、初めての挑戦になっています。やつ苦しくなりました。バックドロップか、邪魔か、バックか、邪魔戦以来邪魔を打っていないやつ。今度はこれが戻ってくるでしょう。おっと外した、届く。さあこれで相手の足を動けなくする。そしてが届くとやりましょう。高い鉄柱コーススタミナを誇るのが相手の時の、スタミナというのは本当に来た。おっと遠征が止まらない。天竜の攻撃が始まった。このエルボー、フライングエルボー、失敗しちゃう。なんだラリアットが、おっとどうだ。おっとバーサイトは世界タグにも挑戦。ジャーマンとうとう出した、切り札ジャーマン、やつカウント。今日のやつはヘッドロック、さらに2度3度やってもいいと思うんですよ。おっと今度はもう一回円錐、畳み込んだってだろうか。うまく足を取った。そしてさあどうだ、クラッチホールド、クラッチホールド、というやはりここにやつの2回目のカウント、いった、沈んだ、カウントが始まった。2、3、ダメ、天竜防衛。